ゴランブ・イエビッチは、モンテネグロ・ゼティニエ出身の男子バレーボール選手。ポジションは、ウィングスパイカー。元セルビア・モンテネグロ代表。1996年、ユーゴスラビアリーグのパルチザン・ベオグラードから、イタリア・セリエへのブレシアへ移籍。以降、複数のクラブを渡り歩いて、セリエへの高いレベルの中で技術を磨き、レフトのウィングスパイカーとして活躍した。 2005年からペルージャでプレーし、2009年、ラティーナへ移籍した。10年もの長きにわたり、ナショナルチームの中心選手としても活躍し、グルビッチ兄弟と共にユーゴバレーの礎を築き上げ、ユーゴスラビア代表として出場した1996年、アトランタオリンピックで、銅メダル、2000年シドニーオリンピックで、金メダル獲得に貢献した。 2004年アテネオリンピックにはセルビア・モンテネグロ代表として出場した。また、1998年世界選手権2000年ワールドリーグでベストサーバー賞を受賞2005年ワールドリーグではベストディガー賞を受賞した。代表選手のほとんどはセルビア国籍だったが彼はモンテネグロ国籍だったため、 セルビア・モンテネグロ最後の国際大会出場となった2006年世界選手権をもってナショナルチームから完全に撤退した。セルビア・ゴラテン・本ンイオラン・ブジビック。ありがとうございます。